女子のスプリントとか、まあ、あのもちろんそのタイムトライアルのところはちょっと見れなかったんですけど、対戦のところの最後の4分の2分の1かなのところら辺は見れて、そこら辺はなんかそういう戦い方するんだっていうのは面白かったですね。でも終始冷静だったかなって感じはしますね、はい、結構対戦相手がペース上げてっても割と冷静に立ち振る舞ってたっていう印象はあります。スプリントはその冷静と情熱の間が大事だと思うんで、そこの冷静すぎてもダメだと思いますし、まあ、そこをちょうど彼女を探して走るのが上手なんじゃないかなと思います。いや、私どっちかというと熱く走っちゃうタイプなんで、はい、もう少し冷静に走りたいです。そうですね、今インタビュー受けて、まあ、こう言葉にしてだんだんこうワクワクしてきてるなって感じです。まあ、あんまりそこら辺はフラットではいるんですけど、でもまあ私の場合どうしてもトレーニング的にもチームスプリントの一走に力を入れてますし、まあ結果はどうあれまずはそこに力を注ごうかなと思います。まあでも光栄な場所かなっていうのはすごい感じてますね。まあ誰にでもできるポジションでもないし、まあ他のポジションももちろんそうなんですけど、でもやっぱ競輪選手の客室的に2走3走がどうしても適してしまうので、まあ、一走っていうのはどうしても専門的なポジションかなっていうところで、どうしても私も専門職じゃないですし、一走に関してはまあ本当まだまだ赤ちゃんレベルなんですけど、まあでもトレーニング積んできて、まあまだ31歳でもまだまだ伸びてる感じするんで、まだいけるかなと思ってます。まあ、とにかくベストパフォーマンスを出すこと、あとはメンタル的にこう張り切りすぎないこととか、まあ、そういうことを一つ一つクリアしてベストパフォーマンスが出せたという、そういう思いがあれば今回は OK かなと思います。カナダミルトンでのネーションズカップ、自分のパフォーマンス精一杯出したいと思います。日本で応援お願いします。